はい、内山の工業の機械です。毎年ですね、年末になると毎年恒例で年賀状を作ってるんですが、いつも黙々とですね、ただ掘って押してお得意様に出すっていうことをやってるんですけども、せっかくなんで、作ってる様子をですね、参考資料程度に残しておこうかなと思いまして、動画を回しております。今回は下絵を描くところからですね、やっていきたいと思っております。動画回しながら作ったことないんでうまくいきますかどうかっていう感じなんですけども、ちょっとやってみましょう。じゃあ手元どうぞ。はい、手元でーす。ということで来年はですね、うさぎ年さんです。うしんしょうさんですね。ここに可愛らしくうさぎさんが乗っております。我がふるさと山形県寒河江市のですね、ジオン寺の十二神将、右神将をモデルにさせていただきます。で、使うのはですね、こういう製図用のシャーペンです。手に優しいシャーペンもいっぱいあるんですけども、あんまり触った感じが馴染めなくて、このローレット付きの製図用のシャーペンを使ってます。で、消しゴムがこのラディックの電消しです。電動消しゴム、目ん玉だけ消すときとか便利ですね。ラディックといってもドラムのメーカーは関係ない、そっちはスペルが違いますので、ね、じゃあ早速書いていきたいと思います。で、特に絵の勉強したことがないんでね、いつも行き当たりばったりなんですけど、ちょっとね、いつも方眼紙に書いてるんですけども、方眼紙忘れてしまったんで、もう真っ白な紙に書いていきます。もう怪しいよ。私の苦手な右向きだ。いつもここの干支の部分だけはちょっとふざけるんですよ。ちょっとこれふざけすぎかな。うわ、何考えてるかわかんないかも。呼吸ルウサギの鳴き声聞いたことないもんね。じゃあこれを縮小コピーしてトレーシングしていきましょう。はい、このように絵をですね、縮小コピーを出しました。トレーシングペーパーに移していきます。
よし、かな。ちょっと外してみよう。うん。いやー、これ本のかーっていつも思いますね。はい、では、今度は消しゴムに転写していきます。じゃあの端っこに行きまして、どうでしょうか。おお、OK。はい、切れた。端っこを枠つけるんで、黒ペンでやります。はい。そんじゃですね、彫っていくんですけど、私はよくこれを使うんですよね。これね。400円ぐらいのイントなんですけども、これでまあ十分なんだけども、ちょっといろいろ試してみたいと思ってます。こう、持った時に線が決まりますから、この下絵でヨレヨレってなっても、ここでこう線が決まるんで、彫りながらこう線を修正していくっていうかね、あ、ちょっとこういうとこ三角でバンバン貼っていくかな。結構その衣の描き方って、前、伊藤若冲だっけか、の日本画を見たときにですね、結構荒っぽかったんですよね。もうだるま大師とかの絵もそうですけども、ふざざっと書いてあるのかっこいいなぁと思って、で、お顔はね、すごい緻密に描かれてたんですよ。そのなんか、ギャップっていうかね、全部を細かくやったら、こんなピントが全部に合ってる感じがして、何を見せたいのかわからないみたいな感じになるんで、ここら辺、この服の部分は結構、どうでもいいっちゃどうでもいいから。細かいとこは、してから修正すればいいです。じゃあですね、大事な大事な目。目をやろう。この薄葉イントを使ってみよう。なるほど。さあ、ここよ、目、どうすっかな。怖い。いや。はい、おお、うれ。それと。よし。これ三角で全部いっちゃう？いっちゃうか。うわ、怖え。うわ、どう？どうだったでしょうか。まあ大丈夫でしょう。よし、ちょっとラビーナイフも使っていこう。対側の面もやります。これがね、切れない刃物だとね、抵抗かかってぐにゃっとなっちゃうんでね。
よし。おお、ここも取りたい。うわあ。こりゃ。よしよしよし。どう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 、取れてくれ取れてくれ。お、取れる。よし、取れた。なんか危なっかしい。大丈夫と願いたい。よしよし。では、昔がちょこってくるんで、またこれに戻そう。こう終わったらもう、ほぼしんどいところは終わりなんです。やっぱ目はね、本当に、まあ、どんな作品でもそうですけどね、一番大事だから、これも三角で行きたくなるの。行くか。こう。まあいいかもしれん。あのね、ニヒさんがね、うちもお世話になってるニヒさんが全部三角刀だけで掘る人間なんですよ。まああんな線を三角刀一本で掘るわなぁと思ってたけど、いいかもしれん。二刀 V の字はね、どうしても見て使っちゃうんで、まあ、手間っちゃ手間なんですよね。だから三角刀で掘れるんだったら、さっきの目は無理だけど、三角刀でいけるところはもう三角刀で取ろう。このぐらいの方がなんかハンコっぽさが出るかなと。はい、影の細かい白抜きにはピランを使ってみます。抵抗が少ないんでクロス彫りも楽ですね。ちょっとね、このキュルルーンを、ね、キュルーンに買います。とてもええか。はい、キュルーンに直したんで貼っていきます。あとは周りを取って、よいしょ。あとは余白をね、洗っていきます。余白終わり。今回はちょっと影の部分をすごく適当にやったので、押した時にどうなるか検討もつきません。そんなんでいいのか。じゃあ押します。ベベン。ああ、まあまあ。ほうほうほう。でですね、私のこれハンコ、まっすぐすぎるじゃないですか。まっすぐすぎるっていうか、こう、つるっとしてるんで、はい、こちらです。鬼目ヤスリですね。鬼目ヤスリで、周りをゴリゴリします。これやるとね、いわゆる古色っていうんですかね、古びた感じが出るんでね、この白も、ね、もうつながっちゃえぐらいの感じで、角は丸めにします。ウェザリングってやつですよね。よし、できた。ボロボロになりましたね。よいしょ。
でん。はい。って感じで、不審症、マコラ大将さん、完成とします。はい、あれからパーツを増やしましたので、これらを使って年賀状を仕上げていきたいと思います。はい、いい感じでまとまりましたので、これで量産していきます。はい、ということで、年賀状百数十枚押し終わりました。と安心しました。ちょっとねパーツ多くて、100数十枚なんでね、600回ぐらい押しましたけども、もう無心でやってたら終わってましたね。はい、こんな感じで、消しゴムハンコを使った年賀状をぜひ、皆さんも作ってみていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また来年も2023年もですね、よろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。さようなら。